こんにちは、インターン生の椎林です。今回は前回に引き続き計10回に分けてお送りしている日本人 YouTuber の登録者ランキングトップ10の堂々の第1位を発表していきたいと思います。では早速発表していきたいんですが、ちなみにこの本データは2018年8月6日付です。はい、では早速やっていきましょう。堂々の第1位ははじめしゃちょーさんです。おめでとうございます。その数なんと約664万人です。そして動画再生回数は52億3277万回を超え、動画本数は1684本にもなります。彼は2012年8月31日にチャンネルを開設していて、現在でも動画投稿を続けています。では今からはじめしゃちょーさんが日本の YouTube 界で成功した秘訣について見ていきましょう。まずはじめに1つ目です。1つ目は興味をそそぐ内容の動画が多いことです。YouTube で単純に再生回数やチャンネル登録者数を増やしたいと考えた際に、重要となってくるのが動画の内容です。視聴者が見たくなるような動画を投稿しなければチャンネル登録者数は伸びません。はじめ社長さんはスライムで風呂作ってみたや、たくさんの男性 YouTuber で恋ダンスを踊ってみた、また YouTuber 版ペンパイナップアップペンなど流行りのものや意外性があり、気になるものを、動画をアップロードすることで再生回数が増え、自然とチャンネル登録者数がここまで増えたと言えます。次に2つ目です。2つ目は世間的にイケメンだと言われているからです。容姿の面にはなってしまいますが、はじめしゃちょーさんはルックスのおかげで女子高生や女子中学生、いわゆる JK や JC たちに莫大な人気があります。そのため全国のあらゆる場所の女子高生たちがはじめしゃちょーさんの動画を見ているため、視聴回数やチャンネル登録者数がここまで増えたのです。最後に3つ目です。3つ目は、コラボが多いからです。YouTube にて登録者を増やす方法として挙げられるのが、挙げられるうちの一つに当たるのが、コラボ企画をやることです。コラボをすることでのメリットはかなり多く、コラボした相手のチャンネル登録者が自分のチャンネルを登録してくれることが結構あります。このことからコラボ動画を撮影しているはじめしゃちょーさんは、登録者が多いのです。またコラボすることで生じるメリットは他にもあり、例えば撮影している人数が増えるので、大人数ならではの一人では決して撮影することができない、面白い動画を撮影できるのです。このような理由からもはじめしゃちょーさんが日本の YouTuber ランキングで1位になることができたのです。はじめしゃちょーさんについてもっと語ろうと思えば語れますが、本日はここら辺で終わらせていただきます。誠に残念ながら、日本の YouTuber ランキング発表は今回で終わりを迎えます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またいつかお会いしましょう。